まずはこちら、里のアレスです。3連勝で朝日対フューチュリティを制し、2歳5馬チャンピオンに輝きました。父はディープインパクト、母父レイヒル、近親にストームキャットがいるという両血マイダーです。今年7歳、里のアレスは今申し上げた通り、父ディープインパクト、母サトノアモエゾネス、母父デンヒルで、種付け料の設定は受胎条件50万円、出生条件80万円です。簡単に戦績振り返りますと、16戦士4勝、2着4回、3着2回、2歳暮れの朝日杯フューチュリティステークスでは、4コーナー12番手から末脚を繰り出し、先行馬をまとめて差し切って快勝しました。3連勝で G1 制覇を成し遂げ、2歳5馬チャンピオンに選出されています。父は説明不要のディープインパクト、近親に北米チャンピオンサイヤーのストームキャット、それから成功志望のロイヤルアカデミーセカンドがおり、ディープインパクト×母父デンヒル、これは日本とオーストラリアのチャンピオンサイヤーの決勝とも言える血統構成です。近親に成功志望は多数、アレス自身は2歳5馬チャンピオンという実績、種付け料も引き続きリーズナブルな価格設定にしております。昨年ちょっと種付けシーズンに体調を崩し、展示会でのお披露目がかなわず種付け頭数も減ってしまったんですが、まあ見ての通りでグッド馬体に目が入り、風格すら感じられる高馬体の持ち主になりました。受胎条件50万円、出生条件80万円設定で、お手頃にディープインパクトの地、そして世界の名血の地を取り入れることができます。競争成績も12分にある2歳チャンピオン、2歳チャンピオンボバ、里のアレスの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。